まあ、無は三作用で生まれたと。で実は無っていうのは、えー、この世界が始まる前にあったものではなくて何もないわけですからそれは定義できないものであると。逆にこの世界があって、えー、お釈迦様はこの世界を使って三作用を起こしたために何もない状態が生まれたと。しかも生まれ方っていうのはですね、えー、下脱してない人を下脱させることによって生まれていくので。 生まれ方が無限にあると。はい。これがですね、お釈迦様の、えー、無がなぜ生まれたかっていう原因ですね。で、私はですね、これオリジナルで別に言ってるわけではなくて、勝手なこう言ことを言って理論化してるわけではですね、なんで無が生まれたっていうのを。これはきちっとですね、あのお釈迦様のですね、理論体系である法華経をですね、これに沿って言ってますと。で、このですね、えー、三作用を お釈迦様がなすことによって、えー、無限の、えー、世界が生まれた。その状況をですね、お釈迦様法華経の第14章で語っています。非常に私の言い方と似ているので、その部分を今読んでいますね、えー。法華経の第14章、えー、菩薩のですね、自由地輸出本って言いますね。第14章になります。これ前半を完結するところですね。はい。その時、 このサハ世界は至るところが割れて裂けた。そしてこの裂け目の内部から幾百千凍っていないための多くの菩薩が現れてた。彼らは金色の体と偉大な人物の持つ32の層を備えた者たちでこの同じサハ世界を住居としこの大地の下にある極空界にとどまっていたのであるがセゾンのこのような言葉を聞いて地下から現れてたのであると。ののこのよううな言葉っていうのは えまず、下脱。弟子を下脱させて、自我を証明させて、真空の状態を作ったと。で、その真空の状態がですね、このサハラ世界が割れてなくなった状態ですね。何もなくなった。で、そこにですね、お釈迦様は、もう一度生まれ変わって、ビッグバンを起こして、私の法華経を学んで、なんで無が生まれたのかを悟れと。それによってですね、その真空の中に、 この大地の下の間で極空海にとどまっていた、えー、無限の、えー、生命たちがですね、えー、生まれてきたと。はい。セゾンのこのような言葉を聞いて、地下から現れてたのである。それらの菩薩は、一人一人が60のガンガンガンの砂の数に等しい菩薩操縦者とし、集団を引き、大集団を尊し、集団の死であった。このような60の ガンガーガーの砂の数に等しい菩薩を重とし集団を引き大集団を闘争し集団の死である大菩薩さしその数60のガンガーガーの砂の数に等しい百千光というないたもの菩薩たしはこの逆カわ世界の